聖書に基づき書かれたソロモン神殿の間取り1905年に、すられた間取りソロモン神殿とは、ヘブライ語聖書によると、ネブカドネザル2世による、エルサレム行為戦で破壊されるまでエルサレムにあった、聖なる神殿である。その後建てられる神殿と区別し、第一神殿とも呼ばれる。紀元前6世紀になると、ソロモン神殿のあった神殿の丘に、第二神殿が再建された。 ヘブライ語聖書によると、紀元前10世紀中頃のイスラエルユダ連合王、国王ソロモンのもと建設され、ユダ王国の時代には、ヤハウェ人を奉じ、契約の箱が収められたとされる。ユダヤ人の歴史家、フラウィウス・ヨセフスは、寺院は建てられてから410年6月10日後に、焼かれたと述べている。ソロモンがイスラエルを支配してから4年目に建設を、はじめ7年後に完成したとされる。 ソロモン号と友好関係にあったティルス王ヒラムからはレバノン杉などの提供があった。広古、聖書学者のイスラエル・フィンケルシュタインによるとフェニキアの建物に酷似していることからフェニキア人が設計に関与しているとしている。ありがとうございます。